はい、安室奈美恵ちゃん、今日で40歳はあ、もう大変だ、もう、あんな40歳見たことがないよ。ね、本当に、あのー、先週末にね、行われました25周年アニバーサリーライブ、無事に開催できてよかった、本当とに、まあ、台風18号の影響でちょっと開催が危ぶまれましたが、無事に、無事に。 土曜日はちょっとね30分ぐらいあの遅れてスタートしたそうなんですけどよかったね20周年の時は実は台風でね中止になっちゃったんですよね大切なアニバーサリーだったんですが25周年ということでもうあのスタイルを見た時びっくりしません本当に変わらないよね変わらないっていうかむしろなんか引き締まって見えたのがね 小顔といいさ、あの足といい年齢っていろいろといろんなところに出てくると思うんですけども、女性は女性の方は皆さんご存知だと思うんですけども、私もそうなんですが二の腕二の腕に来るよ。<laughs> <laughs> でしょ。し <laughs> めぐみちゃんはまだ大丈夫か。二の腕例えばさこうやってパンってこう広げて歌うときとかにプルルンってほら若干プルって震えるでしょ。あれが全然ない。 全然ないであと膝小僧の上これもう本当にマニアックな話になりますけど膝小僧の上に年齢が出ちゃうんですよこう私、まあ、自分だけの意気をマイオピニオンですけど <laughs> 膝小僧の上になんてのこの脂肪筋肉とはまた違う脂肪みたいなのが出ちゃうのよねあの年齢を重ねるとね で、それが安室奈美恵ちゃんは全くなくてすらっとしたあの足を本当にもうねえびっくりですよっていうちょっとね本当におったまげたっていう安室奈美恵ちゃんだったんですけども、無事にねあの行われてで、私の同級生があのフェイスブックにも上げてたんですけどもどこかの某コンビニで安室奈美恵ちゃんとすれ違ったって言って。 <laughs> あのえっ、ー、とライブの前日ぐらいかでそしたらあのみんながね「あどんなにいしたいい匂いだった?」っ,ったら「普通だった」みたいな <laughs> 無臭だった <laughs> <臭> <laughs> そんなね安室奈美恵ちゃん本当にこの番組にもゲストでね出てきてくれないかないつかいつかあの何かどこかでご縁がありましたらぜひねこの番組「ヤコベイビーマイタイム」にもぜひ お待ちしておりますやっこベイビーマイタイム張り切ってスタートしますよ やっこベイビーですでもここのねこの放送をどこかで誰かが誰かがどこかで聞いてるかもしれないからね何があるかわからないってとこがまあ世の中ですのでもしかしたらもしかしたでナミエちゃんがまた30周年アニバーサリーイヤーでねコンサートに来た暁にはこの番組にも出てくれるかもしれないということですだからあと5年間は頑張んないといけないこの番組も続けて、ね。 行こうと思いますあなんだか騒がしいですけども今日はゲストさんもいらっしゃるということですね急遽決まりましたゲストさんがねこの後あら今日もおしゃれじゃないですかはいこの後登場しますのでお待ちいただきたいと思いますよえっ、ー、とあそうそうそう今日のテーマ後でにしようかなね今日のテーマまた後でゆっくり行きたいと思いますじゃあもう本当に皆さんお待たせしました アムロナミエちゃん、この番組にもぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。このトライミーでオープニング飾ったそうですよ。みんな一緒に歌って踊って参りましょう。アムロナミエ、トライミー、私を信じてライブバージョンです。 さあ、お届けしましたのは、アブロナミエトライミー私を信じてでした。昼ラジヤコベイビーマイタイム。この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りいたします。 はいはい。ヤッコベイビーマイタイム。ヤッコベイビーがお届けしておりますよ。えもう皆さんツイキャストユーストリームでね、ご覧の方はゲストさんいるなーってことでご存知かと思いますが、もう早速紹介していきましょうかね。はい、こんにちは。はい。あの、この番組の、じゅんじゅん、じゅゅュゅんじゅん、レギュラーだったっけじュんえっと、松川と言います。よろしくお願いします。えっと、ちょっと説明した方がいいかもね。ヤッコと昔、あの、一緒にラジオ番組をやっていて、 えー、それからのつな、まあ、がりかな、うん、それで時々遊びに来てます時々本当にあのーはい、もう突然なんだから <laughs> いやあのねあのー、いや今日は行こうかなとか前もって来週って言っとこうかなとか、あのー、ないよ<応>なない全然ない今日です今朝ですよ <laughs> 前回もそうだったねなんかそういうそうやって行けるってよくない <laughs> まあいいですよあのオンエアを聞いてあのやめようと思ったこともある あ、今日は行かないほうがいいなみたいな。え、なんかそのゲストさんが来てたりとか、あ、これちょっと邪魔しちゃうなとかって思って、それで来なかったりっていうこともあるけど。今日はなんかなんとなく行けそうな気がしました。ありがとうございます。ちなみに来週はね、あれですよ、トロピカルビーチです、皆さん。あ、そうなんだ。忘れないうちに、トロピカルビーチにも行ってみたいね。どんな感じなの。あの。先月だったんですよ。八月のね。えっと、もう月末、そう。あれ、やっぱりたくさんいました。 あ水着ギャルたちが。あ水着ギャルか。はい、公開放送みたいな感じ。公開放送。<ー>いいね。うん、ヒストリコストリ公開放送。え、じゃあサングラスで行った方がいい。いや。あ、そうだね。サングラスなんでサングラスで行ったらほら、あの、何ネグリジェじゃなくて、えっと、ビ,ビキニだ、ごめん。めんビキニネグリジェ <laughs> ごめんごめん。ニューネグリジェない。音声がマックスになるぐらいいっちゃった。ネグリジェごめんごめん。えっと、ね、あの、なんだっけ、ビキニ。ビキニ。ビキニの人。いない いたいたいたいるよね最近増えたよねいてあのその山内さんとあ聞いてた俺あ聞いてた聞いてた江戸先生江戸先生がまたよかったあのバディヘアの話もしてくれてね江戸先生 was excited excited he was so excited 本当 オンディア、いや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 、だからすごかったんですよ。なんかあの楽しかったやっぱり場所が違うと、いいね楽しそう。よかったらあの来てください。わ来週、来週来週の水曜日、なんかいけそうな雰囲気だ。あとまで店屋も嫌になるけどまあだ大丈夫ギャラリーで我慢したりも大丈夫大丈夫です。え何でしたっけ？テーマテーマ聞きたい。 今日のテーマは私、ちょっとフェイスブックにもちらっと本当にちらっと書いたんですけども、うん、娘のね毎週木曜日娘のためにお弁当を作ってるんですけども先週の木曜日ですよ。うん 娘が大好きお弁当キャラクターのね私が作ったキャラクターのお弁当を作ってとうもろこし最近ほら北海道産のとうもろこしがめっちゃ美味しいんですよねでそれを作った終わったと思ってちょっと味見しいてみようと思ってとうもろこしをかじったよ前歯でかじったよそしたらさ前歯がかけたわけ下の前歯がよとうもろこしかじってかけたんだよ へこみますっね。いこのじゃりじゃりしてるのなんだろうと思ったらじゃりじゃりうん自分の歯だったのへえ下の歯前歯じゃなくてよかったうんどうしたのでそしてあもうちょっとやばいと思って友達にねそのフェイスブック上だったんですけども「大丈夫?」っていうメッセージ来て「大丈夫じゃない?」ってそしてなある あの歯医者さんを紹介してもらって運良く、その日にあの予約がキャンセルだったってことで空いてるからじゃあいらしてくださいって言って、そこダッシュで行ったんですよ。そして削ってもらったんですよ。へーそうで、そこで今日のテーマなんですけども。あなたは半年以内に例えばま定期的に歯医者に行ってるか。なるほど。最低さ。あの歯医者さんに聞いたら。 できたら3ヶ月に一遍。って言うよね。で、うん、最長でも6ヶ月に一遍来てくださいっていことで、うんうん、私は本当に久しぶりだったんですよ、行ったのが。そしたらお茶とかよく飲むでしょうって言われて。出た <laughs> あ。あ、色素ついてますって。着 <laughs> 色してます <laughs> <laughs> そんな可愛く言ったんだ。うんちょっとあの全然可愛くなかったんですけど。汚れてるよって、うん。普通の女医さんだったんですけど、うんうん、普通にあの、あ、多いですよね。 じゃあホワイトニングもしましょうねみたいな感じでだから3か月にしようかなじゃあ3か月いないかな6か月にする多分いないんだよあそっか6ヶ月でいいんじゃない ?6 か月に結構でもまめな人言ってるよね6か月以内に歯医者に行ったかどうかあ イエスのいいところですね6か月以内でよろしくお願いします痛くてもう通ってるっていう人はいるかもしれないそうそうそうかその定期的にってことでしょ点うっていうか定期的にうそ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 う社もなかなかねエンジンオイルそう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 なうそ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 そう って言うけどね、七千とかね、一万とかなるよね。ね、私ちょっともう五千超えてるな。ね、そう、だから、歯。ね、歯科、歯に。行ってます。いや、あ、松川さん、ちなみに、ちなみに。結構ね、適当でね、そこら辺はね。痛くなってから行く人なのね。あ。で、結構。結構。結構乗り切る。結構乗り切れたりする。よあ、本当。あのね、な、誰かが言ってたけど、アーモンドを食べると。 いいいたたが収まるるっていう <laughs> 聞いたことあるけど、うんね、でも本当に収まったのよ。そ,それであなんか歯医車いらずみたいな <laughs> 勝手に、えー、そうそうそれであんまり行くことはなくなったかもしれないそうなんかホワイトニングとかしてそうなのにうんあ,、うん、あのねもう本当に口の中は見せられない、うん、キラキラ光ってる。<laughs> だから結構痛くなってから行くからもう削るしかなくてそこに入れないといけなくなってで銀になるわけ。なるほどね。でもこれね気をつけないといけないよ。日本人って割と銀歯とか金歯に頼るでしょ。金あまいなか最近は白いのがあるけどねキラキラ光ってると要は外国ではこの人お金があるからそういう治療ができるっていうふうに見られて。銀でも あの銀歯でもだけど、うん、僕らはほら保険で補、ね、わ、はい、れてるでしょ、うん、でそれを見た時にキランと光るとあこの人お金持ってるって思われる<っ>だからあんまりね外国でね「はっはっはっ」って口を開けて笑ったらね<ー>あのよくないエリアもありますえ<ー>なので僕はあんまり外国で笑わないようにしてる先進国では笑うけどな <laughs> あ大変もう大変なぐらい <laughs> ジュリアナ東京かぐらい キラッキラしてるわけだそうですかそうですそれぐらい行ってない行ったほうがいいあの最近やっぱ最新になってるね歯医者さんもすごいよああね聞いたことあるあの歯周病検査しますって言われてどんな検査歯と歯茎の間に入れるわけよ細い針みたいな針というかまあ器具を入れて血が出るかどうか ちょっと血が出るからそれを映像でまず見せられてこんな検査しますっつって大事なのでほらお年を召していくとだんだんね歯茎というのが衰えてくるらしくって歯ぐきが一番大事だからその検査をしましょうっつってでやったのよでどうだったでそしたらあ一応ね大丈夫だったラインが大丈夫レベルがね1から10まであって5。 あ4以上かはちょっともう注意、はあうん、もうひどい人になると、うん、ちょっと触っただけで出血が止まらないとかねだから歯ぐきよ歯茎うん、うん、なんか聞いたことあるそれ今歯茎らしいよ歯茎時代は歯茎時代は歯ぐ <laughs> <laughs> すごいなそれ時代は歯茎ということですからね、うん、皆さんは、えー、歯医者にね6ヶ月以内に行ってるか行ってないかでちょっとね、うん、行きたいと思います大丈夫かな、はい 楽しみ、うん、じゃあえっ、ー、とメッセージいきましょうかねちょっとメッセージ届いておりますから行きましょう、えー、銀のトロンボンさんやーっこさーん何をって来てるけど何をだったっけね<ん>何をって来てるけど、えー、イーサーさんあっ安室ちゃんの話をしてる時だね、うん、メイグさんのたくましい二の腕メイグに怒られるよ <laughs> <laughs> イーサーさん、いろいのつかない <laughs> 無臭だ<笑>。笑っちゃった。ええー、銀のトロンボンさん、じゅん、じゅん。ええー、旬のレギュラーの松川さんだ。いいね。旬,ああ旬ああ。旬ってどういうあれだろう。どの旬だろう。あの、ほら、今の、ほら、旬の食べ物の。ああ、そうなの、ね。旬。ありがとうございます。いいですね。あららがまさいがわさんです。うん、やっこさん、こんにちは。ということでいただきましたよ。いありがとうございます。 イーサーさん安室ちゃん元はマックスとスーパーモンキーズで出てたもんねそうだよね、うん、ちっちゃくてね細くてね懐か,しいかわいいねやっ孫さんテンパってるってちょっとあのオープニングはテンパりましたねすみませんいつものごとく <laughs> えーっとサプライズ登場が好きなの好きなのかな<や>松川さんってよ はいえどうあれ何何何大丈夫？はい僕ねあの勝手に閉じちゃっただからよなんか押したでしょ。ご押しちゃった。まあもうちょっと残ってくださいね。すみませんね本当に。でなんだっけ？えっとサプライズ登場が好きなのかなってよ。そうかもしれない。サプライズ受け入れてくれるねこの番組。だね松川さん行けそうな気がするってよ。あそう？え銀のトロンプンさんからねえ来ておりますリストアプレゼント先週の当選者と今週のプレゼント紹介。 うん、すれということで、うん、<laughs> しましょうね、えー、では「昼ラジオ聴き」の皆様にリスナープレゼントのお知らせから参りましょう今週のリスナープレゼントは沖縄市沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのランチ券を1組様です豊富なメニューに沖縄を感じさせる贅沢なバイキングを沖縄市の丘の上でどうぞお楽しみください,いご希望の方はメールでお送りくださいね懸命に「昼ラジリスナープレゼント」 本文にはお名前、ご連絡先を必ず書いてください。えー、また番組へのご意見、ご感想もぜひぜひお寄せください。メールアドレスは、ひるらじ12、アットマーク、gmail.com です。締め切りは今週いっぱいですよ。 当選者は来週のこの時間、昼ラジで発表いたします。当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきます。ご了承ください。では、先週のリスナープレゼント、沖縄マリオットリゾートスパ、プール、ビーチ、ランチのトリプルプラン、豪華なこれ、プレゼントなんですよ。ペアチケット2組スマ、見事当選されたのはこの方ヨギリサさん ささんねすございます、ね、ご家族で、うん、ぜひもしくは素敵なダーリンなど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  <laughs> など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 ぜひいい思い出をね素敵な思い出を作っていっていただきたいと思いますよろしくお願いしますあの行ってみた感想もねお寄せくださいねえあららがまサイガーさんです 今日のテーマ半年の間に歯医者に行ってるか俺は行ってるしかも今日夕方5時に予約してるから行くよすご,すごいねこれはちょっとあらら釜斎川さんに聞きたい,い、ねうん、痛くて行くのかそれとも定期的にそろ、ね、そろ、ね、ということでそ,行そ,そ,うそういう人はやっぱり印象いい女性から見るとそうです、あのー、私はですね 笑ったときにキラリと光る歯に本当に弱い。そうか。もう歯。そうだよね。歯がね。銀歯でキラリンはダメ。ダメ。あのせいやいいのよ。中はキラリンでもいい。はい。あの中はキラリン。こっち前の前とこっちがもう綺麗だったらすごい。心配。あの今日。 喋れない。黄色としたらいいのよ。黄色よりは白がいいよね。黄色よりでもあのなんだっけあのほらほらプロ野球の新庄さんだっけ？あの人ぐらいはちょっと怖い。ああ白かったよね。あんなすごかったよね。のなんか人工的なのはちょっと心配。でもなんかほらドイツ製のその磨けるやつがあるでしょ。あのドラッグスターで売ってるやつ。であれで磨くと本当に白くなるよね。 大丈夫なのかななな研磨剤入ってんじゃい逆に心配のこれ皆さん真似しないでほしいんですけどほらあの磨き粉みたいなのがあるじゃんあれでさ磨く人いるらしくって例えばほら色素を取るためにそしたらさ歯まであれ削られちゃうらしく気をつけてくださいって今聞きました私も。 それかもう歯医者さんでぜひねホワイトリングとかなんかいろいろとねしてほしいなと思うんですけどねちゃんと見せたほうがいいね最近新聞とか雑誌とかにほらなんかあのグラなんていうのサングラスして黒いのやって口に何かライト当ててるの分かりますははいいああれれよく見るんんですけどな ああれれ大丈夫ななのかいつもなんかこれ大丈夫なのかなって思いながら、うん、体とかに大丈夫なのかなあの光はうん心配どうなんだろうね,ねだから多分、うん、そういう光とかもいいかもしれないけど、うん、歯医者さん行って定期的にやってもらった方がいいのかなどうなんだろうあららサイガ川さん、うん、リアクション来てるよはいはい うん、俺はタバコを吸ってるから定期的に歯石を取るのと歯のクリーニングしに行ってる、うんうん、はね、あ、すごいねすごいちゃんとすごいなんかすごいねごいこれはなかなかいないですようんねいないと思うなかなか忙しいもんここまでそうここまでケアできるってすごくないうよじゃああれかな吸ってあと匂いのケアとかしてんのかな そこまでくかなどうなんだろうちょっとそこもあながさん教えてちだんだん矛盾を感じてくるはずね吸ってモンダミンかなんか使ってでも大変だよねモンダミンそのまま吸った方がいいんじゃないかみたいなヤニみたいのがつくってことそうそうつくよねあそうなんだうん僕も昔吸ってたんでつくなんかうん変な感じがするだから時々行ってうん っていいうのは必要かもしれなねそれをんかお茶でごまかしたりとかレモン風味な何かでごまかしてるとだんだんだんだまっていくかもしれないね定期的にねあとお茶コーヒーはいねその色がついてるやつねお茶はねステインがねついちゃうだからお茶飲む人よくお茶飲む人コーヒーとかねすぐつくらしいからねよく飲むな私もえーイーサーさんです歯医者 今日の16時にサシバ。すごい。すごいね。サシバが入ります。何このタイムリー。サシバ、インザハウスすごいね。みんなタイムリーだね。歯医者は痛くならないといかない派ですって、でも。ああ、じゃなんでサシバなんだすごい。16時にイーサーさん歯医者。あららもかまさん、イガーさんも17時。じゃあ4時、5時には埋まってるわけで、今ね。 3時の人いるかなもう3時にも入れたらもう。お母さん入れたらう。入れようかな ?3、4、5って来て。すごい。ちょっとタイムリーな話題になりましたね。え、めぐみかんちゃん。歯医者、7年くらい行ってない。一応虫歯、虫歯ないってでも。すごいね。それはいいことだね。いいことだ。ねじゃあ、きれいに磨けてるってことだね。 そうだねすごいあららがまささん先週の歯医者でレントゲン取った私も取ったでもさレントゲンに映らない虫歯っていうのもあるんだってだから例えばほら先週私も聞いたけど銀歯入れてるでしょ銀歯入れてたらこの銀歯一応レントゲンでは虫歯と映ってないけども開けてみないと分かりませんって言われた だから銀歯にも寿命があってできたら5年で10年は長いらしいよ銀歯入れての劣化しちゃうんだってだからあもうえいやいや5年以上なりますと思ったけどじゃあそれもゆくゆく行きましょうかやってみましょうかみたいな感じでだからちょっとね私も歯医者通いが続きそうな感じですね。 あららがまサイガーさん、はい、那覇は真っ暗い雲が広がってきたよ、雨降りそうだそう、今日ね、3時頃からちょっと雨の予報が出ておりますよ、うん、それ、那覇だけ那覇、うん、那覇全域、えーと、沖縄、一応全域で出てるんですけども、うん、どうなんだろうね、えーと、3時、でもちょっと広がってきてるってことは、うん、洗濯物は 中星、家星し,した方がいいかもしれないですね。はい。うん、えっと、FM ギナワン行きましょうかね。そっか、三局で放送されてるから。そうですよ。全部拾ってるのね。そうです。すごい。えっと、ナナさん、ナナさんでいいのかな、うんえー。初見です。昨日まで沖縄いました。ナメちゃんのライブでギナワン公演も。 初の沖縄も楽しみました今朝までいたってことかなまた追加でメッセージ来ておりますけどいや行ったんだ奈々さん羨ましいなんかあれかな地元沖縄でやるのと向こうでやるのとでやっぱちょっと演出変わったりするのかななんかねファンはすごいどこのライブも見に行くっていうでしょでもなんかほら奈美恵ちゃんは MC を一切しないらしくてそうこれが彼女のスタイルなんですけど。 ただ沖縄でライブしたときに、うん、沖縄ーって言ったらしい。うんうん、それがエムシー？それがエムシー。それがエムシーって <laughs> いうか、まあ、歌ってるときに沖縄ーって、へ<ー>あとハイビスカスもちょっとね、<ー>あの飾り、部屋<ー>飾り、部屋飾り、ヘア飾り。<laughs> 髪飾り。<laughs> <laughs> うん、そう。<laughs> 俺も出てこなかったそうそうそうだからね楽しめたといいですね菜那さんも羨ましい行きたい私も30周年の記念ライブにはぜひうん2十五？5かあと5年間だから頑張る放送も何歳って 40? 今日で40よ今日はすごいなあもうあのスタイルがすごいよね2時間 2>, 2時間。2時間, 2>, 2時間歌いっぱなしの踊りっぱなしよ。うんすごくないです。この間さあの沖縄のさほらよみたんのよ、うん、みたんが生んだロックスターのさ、うん、ナオキヤのライブに行ったんだけど、<laughs> はい一曲目で息切れしてたからね。ナオキ。ナオキヤは43歳だけど。<laughs> なみえちゃんすごいねそう考えるとね2時間でしょ踊るんだよねしかもねでも直木屋はいろんな演出がねところどころに面白おかしくねあ分かってんのねよ分かってんのねんかすごい面白い演出でやるじゃないですかそこで多分疲れるんじゃない始まる前にねそうそう普通に歌ってるだけじゃないじゃんそうだね あのー、すごい息切れするぐらいの演出に身を注いでいるじゃない多分わ、うん、かんないけど <laughs> ごめん波上 <laughs> ちゃんの話に戻そうなおき聞いてる <laughs> う本当にね波上<ー>ちゃんすごい本当<ー>ねで波上ちゃんの歯も綺麗よね、うんうん、あそうだね、うん 芸能人っていうか歌手の皆さんやっぱりね口元やっぱ見てる見られるから前歯が変わりましたよねナビエちゃんは前歯がもうちょっとねあの大きめだったのデビューしたっての頃はそうなのそういうのもできるか今の技術はそうなんじゃないそれをなんかこういいろろと お金かかるんってるとお金もそうですよだって聖子ちゃんの歯なんてもう本ん多分すごいですよあのね個人的にあそうリスナーのみんなにさちょっと相談したいゲストで来たのに相談してどうぞあのね僕スキッパなのねこのスキッパをもう直したくてしょうがないわけでうちの母親もスキッパだからもうしょうがないかなと思ってるのなんからしいよそれで直したいんんだけどなかほら 結構時間ががかかるるやり方あでしょ矯正っていうのその寄せて寄せて寄せてってそうじゃなくてねもう一気にガスンって直したいっていうか埋めるとかなんかいろいろあると思うんだけどなんかそういい方法ないのかなと思ってなんでマドンナだってスキッパじゃんいいじゃんマドンナスキッパマドンナスキッパって言われたらなんかちょっと直さなくていいかなと思い始めたそうかっこいいよそうかなマドンナでマドンナ派で検索してごらんあっほスキッパスキッパ直してない 一応ねフランスとかではねスキッパーの人はねその幸運を呼ぶ人って言われてるって言うけど俺それで飲み込もうと思ったのよだけどでもやっぱりね鏡見たらねうわっ間抜けとか思っちゃうねそう全然スキッパーって気づかなかったです本んだから笑いたくないあんまり笑って笑ってはいだから笑う時にこう空いてるところを下で押さえるのよえス

え、なんかこう間に入れたりセラミックって言うんですか。あれを入れたりはできない。両サイドから埋めてくると、それはスキッパっぽく見えなくなる。そんなに気にならなかったけど。なんか映りたくないよ、ツイキャスとかにも。え、全然さ、映らないと思いますよ、あとは。うん、映んない。うわ、すごいスキッパー。いや、いやだ。あら、そう。ダイエットの次はこのスキッパ じゃあ結構タイムリーな話題だったんかった。え私下の歯ね削ったんだけどなんかつけちゃうとまた剥がれるらしくてだから一応形を整えましょうねって削ったけどあのやっぱ触っちゃうんだよね下で触んないでくださいね結構大事な場所よねだからよだから歌う歌うさだからちょっと違和感あるだよねうん じゃあ次のライブ行ったらちょっと聞こえない発音が聞こえたりする。いやあそれちょっとあるかもしれないですね。交互期待。行ってみたい。交互。あマツさん今の振りと受け止めて言いますけどすいません10月14日にもございますのよ。10月14日。10月14日。どこでどこで？キューマンステージ。キューマンステージで歌うの本当。今回主催なんでぜひ。何時から何時から？えっと何時からったっけな。まあ6時ぐらいだよね大体。

よかったらあのぜひいらしてほしいなと思いますよ、はい、なんか違う変な音が聞こえるかもしれませんからねうん、うん、はいよろしくお願いしますそこいたい、ね、お願いします、はい、じゃあここで一旦ですねちょっと CM いきたいと思います CM の後も皆さんからのメッセージ紹介していきますよ一旦 CM です エアコベイビーマイタイム生放送でお届けしておりますよ。今日は松川さんと一緒にお届けしております。松川さん今写真をね、撮っておりますけどもね。そうそう、ちょっとライブの話も出たので、ちょっと告知をそろそろ、そうですね。今日9月20日でしょで、忘れないうちに出ておきます。えー、前もね、あのー、忘れちゃったんですけども、トロピカルビーチで来週は 公開生放送となりますのでよかったら遊びに来てください前回の放送同様ですね山内さんと、えー、江戸先生ともしかしたら松川さんも遊びに来るのかな、うん、ね、あのー、楽しく繰り広げてまいりたいと思いますよよろしくお願いいたします <laughs> 前回もちょっとね もう山内さんペースで、山内さんの、あの、何、ボディーランゲージがすごい得意っていうね、山内さんが、あの、本領発揮しておりましたけども、もしよかったら、えギノ宜野湾トロピカルビーチにね、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。よし。今回はちゃんとしね、しっかり告知をしました。で、もう一つ。えっと、10月14日。さあ、そろそろもうね、秋、 のなんか風も吹いてまいりましたね、涼しくなってきました、<laughs> こんな時はどうです、スーパーロックナイトで楽しみませんか、秋の夜長のスーパーロックナイト、こ言葉で説明が難しい人には、やっぱり行動で訴えていくしかないと思うんだ、ちょっと噛んでごめんなさい、<laughs> <えー笑>大事なとこで、これが、ね、10月14日、宜野湾にあります、ヒューマンステージで。 ヒューマンステージ知らない人はいないぐらいよね。長田にありますね。うん、えっと、迷りが1000円で、うん、当日1500円、うんえー、スタートが19時、午後7時となっておりますよ。はい、で、今回はすごいもうロックンロール。うん。もうロック。曲名とかって言わないの曲名曲名はね、あでもこれ絶対。うん みんながわかるっていう曲は一曲はやる。あこれ絶対みんなにわかるっていう曲もね一曲やりますので、うん、これみんなで一緒に歌いたいなと思います。うん、でこのまあロックンロールなんで、うん、みんなも弾けていただきたいなと思いますよ。よろしくお願いしますね。はい。はい。えっと前売りが千円。前売りが千円。 当日が千五百円となっております。これってどこに問い合わせたらいいの？はいすみません。ありがとうございます。ヒューマンさん、お、ヒューマンステージの電話番号。ね<え>、<laughs> なんかあったらなと思ったんだけど,ど、ねはい。はい、ありがとうございます。ゼロ九八えー、ゼロ九八八九三の三ゼロ六ゼロ 八九三の三ゼロ六ゼロとなっておりますよ。で、あの私も一応チケットを持っているんですけども、あのちょっと面白いこのチケット持ってるんですけども、あの名前がね、えっと私たちテトって言うんですけども、これエトって書いてるんですよ。なんで？間違えちゃった。一冊ミ T がないわけ。そう、だからエトじゃないですからテトですからね。はい。 テトってどううい意味なのテトはギターのリーダーがテリアさんなんですよ。で私富島だからテリアと富島でテト。ああなるほど。うん簡単にしましたよ。ということなんですね。ベトナムで旧正月のことテトっていうのよ。あそうあらへえ面白い旧正月なんか関係あるかなと思ったけど全然なかったごめん。なかったね。いやそれほら月のマークもあるしさ。 <あ>もしかしたらとかって思っちゃったんだけどちょっとこれみんなに言いたいと思いますじゃあ、うん、メンバーに言っていてベトナムの旧正月ベトナムで旧正月なんかベトナム独自のカレンダーがあるんだけど<ー>一応まあ,あのえっ、ー、と何えっ、ー、と中華圏の旧正と近いんだけどね、うんうん、へえ、うん、テトっていうのよ面白いもうみんな全然あの人が動かなくなって交通機関も 全然こういつも通りじゃないから困るんだけどね。でもいい意味でよかったね。じゃあこれからテト括弧急上ってねあの書きたいと思います。フランス語では頭。テト？ええ頭？テッド。人の頭？人の頭。へえ。テッドヘッド。おもしい面白いね。へえ。いいのこれちょっと僕あのちょっと言ってみてあのイエッコのね。 これ結構まあそうかロックかロックよやっこのバラード好きなんだけどなヤニバラードもバラードも一曲ああいう歌うのああ歌うのバラードチックランうん一曲あとはもうガッサガサのじゃあちょっとあれか着ていく服もガッサガサな感じあねすっごいもう場に合わせてやりますいいよ よろしくお願いしますねヒューマンステージヒューマンステージをヒューマン飛ぶ馬と書いてヒューマンステージよろしくお願いしますね銀のトロンボーンさん下の奥のね歯が一番いや一部削って銀をかぶせているそうなんですけども硬いものを噛むと激痛がそろそろ歯医者いかんとなこうなるよね なんかさ銀歯のさ、うん、私中って心配なのよ自分のも怖くない怖いねどうなってるか分かんないねちょっと開けてみないと分かんないって言われた時にさ、うん、これじゃあちょっと開けてなんかもう新しい技術で、うん、あなたの今の銀歯ってってアプリかなんかで見れたらいいのねいいね中に入れといてからね セラミックっての白いものに変える人が多いらしい歯医者さんが言ってたこの銀歯独特の味がする味とか匂いを嫌がる人が例えば朝起きた時とか空腹感お腹空いてる時とかそういう人がいるからもうちょっとセラミックに変える人とかセラミック高いんでしょねだ高らいって聞いたそうそれもまあいろいろとね相談しながら決めていきましょうねって先生は言ってたんだけどどうなることやら。 うん、ちょっと、うん、まあその歯医者さんでねあの習った、まあ、いろいろ仕入れた情報を番組でも <laughs> お届けしていきたいと思います <laughs>、はい、先生が言うことだからね、うん、正しいと思うんでえっ、ー、とーこれ儀乃湾のツイキャスいきますよ、はい、えー、む,くむくさん、はい、いつも横断歩道のピヨピヨが聞こえるにゃー。 あの音も拾うの拾ってるすごいすごいすごいじゃあんかこっちで変な咳払いすると入るんだ入る入るし外のちょっとしたなんかパトカーが通る時とかも何かあったのかてねえムックさん洗濯物心配にゃちょっと今日わかんないね降ってる那覇はもう降ってるらしいからねなんだっけ リアルタイムの雲の動きをキャッチするサイトがあるでしょあれ結構リアルねあれ当たるよ当たるね当たるあれいいですあのアプリねのほら沖縄傾いてあるでしょそう本当に市町村ごとに降ってたり降ってなかったりとかするあるよねその時に洗濯物どうするかっていう判断をそのレーダー頼ってやると結構うまくいったりするねそうだからちょうどあのアプリはね侮れないですよなかなかねえっとムクさん えと、うん、は馬です。<お> <laughs> <laughs> さっきテトのティーが抜けた話をした。はいまあ、やこ何？えっとウサギ。うさぎあウサギなんだ。うん。そっか。ウサギでさ、うん、あのこの前一緒にお仕事をした方がさ、うん、同じえとのウサギだったわけ。<お>ただし。 一回り違う。一回り。もう一回り下のディレクターさんとお仕事をするなんて、もう本当にもう、本当にもう。言われてるかもよ。なんかほら、やっこさんって誰言ってるほら、もう、ほら、なんかちょっと若い風なおばさんいるさ。ああ、あの、なんかいつも明るいおばさんね。本当ね。本当よ。いつまで持つかな、とか。怖い。一回り違うとそうなるかもよ。 いやでもそんな感じじゃなかけど俺だってこの間おじさんって言われたもん<当>おじさんって言われてショックだったまあしょうがないおじさんなんだけどあそうだだってうちのリーダーもさ、うん、まだまだ50代、うん、50代でかうん、うん、65歳以上ですかってお蕎麦屋さんで聞かれたってだから死には終わり死には終わり死ぬ <laughs> し<い> <laughs> もうどうしたのそういう時どうしたのいや違いますって違いますって言うでしょ言うけど 言うけどそう思われそうです失礼しましたってなるよねもうフェ,お店フェイスブックにアッするしかないこの気持お店,お店に来ないよね多分ね,たね面白がってくるのかな辛かっただろうね本当ねうこういうことないなんかこの人多分自分より年上だろうなと思って話してたらなんか三つぐらい下だったとかありますねあるよね怖いよねそういう時すごい丁寧にあの敬語を使って喋ってたけどんあなんだ年下なんだっていうね <laughs> そうだから頑張らないとだから向こうから見てもそれがあるあるかもしれないですよね。そうね。もしかしたらね。うんいい方向になんか薬は噂で聞くとなんだっけあのプラセンタプラセンタプラセンタだっけあの若返りの薬みたいな感じさなんか頑張ってるって聞いたえ飲んでないよごめんどこ情報よ何やプラセンタ飲んでない飲んでないなんかそのなんだっけ豚のプラセンタとかってやってそれ飲むとなんかすごい。 あの体の細胞が若返るってやつがあって最近ほら芸能人も誰とは言わんけどなんか急に出てきて久しぶりに出てきたなと思ったらちょっとなんかうんあれ大丈夫かなと思ったら急にガーンって若くなったりするでしょはあはいはいはいとかえはいはいはい木う子とかねだったよね一時期ねびっくりしたよねえそれはなんかそういうサプリ サプリっていうかな注射で打つものもあるみたいなんだけどあ<っ>まあそんなあるみたいよなん,なんかその,あのアンチエイジングに使うってやつだけど<当>結構で、ね、も高いらしい本格的なのは30万とか40万とかってい,いやー高いですしょう、ね、に,にわかなやつは10万切るとか言ってたけど、えーうん、あでもそこら辺の,<う>あのサプリ売ってるお店でも一応プラセンタっていうのを売っててえー、1, 2 0 0 0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  本当、うん、いやでもどうだろうかね、うん、本当ね、うん、ちょっとまあまあ自然の流れにもう任せていくしかないんじゃないですか、うん、私たちは <laughs> それがもう人間じゃないですか、はい、いやはい逆らっちゃだめじゃないですかもうやっこごめん急だけど告知させてそうよ <laughs> 僕,僕告知できた。 えっと、桜坂劇場で <laughs>、はい、あの僕、日頃の活動、ねはいえっと地球一周の旅プロジェクトというのをやってあていろんな人の旅相談乗載ってるんですよ。うん、であの相談が多すぎて、うん、でこれもあの公開でやった方がいいっていうことで桜坂の,あの市民大学の講座の一つになってるんです、ねはいで海外渡航講座、えー、お得で賢い旅の公開相談会っていうのをやってて、て、うん、90分あるんですけど、うん、その中でいろんなあのそれぞれの旅の相談っていうのをやっています。はい、あのが できて最近タイまでねすごい安く行けるのよ。えっと人そのぐらい安くなってるんだけど、まあ、そういう旅もあれば、うん、まあその他のいろ,んないろんな旅の仕方があるんだけども、うん、そういうその旅の仕方ってそれぞれ違うじゃないですか。でその一人一人に合わせた、うん、その旅の相談を受けるという講座をやってるんですよ。ここ<ー>この間もここで告知して、うん FM 那覇でも FM 儀乃湾でもあの聞けてるっていうのもあると思うんだけども、うん、あの反応よくてねこの間結構人が来たんですよ<お>そしたら「来月もやってください」みたいな感じになって、うんでいや「来月も予定してるんだけども、うん、あの人数が少ないと開講されないのであの皆さん友達呼んできてください」っていうふうに言ったらなんか結構「なんかじゃあ次も誘ってきます」とかって言ってで反応あったので、うん、あの僕の中では結構あのこの間よりはちょっと本格的に、うん、あの。 本腰を入れて告知しに行きました、今日は。なんかこの前より声がすごい出てますよね。<laughs> いや、本当にそうよね。声の。そう、あの、本家、本気なのがわかるよね。声の張りがなんか違う,う。あの、スイッチ入っちゃってますね。<laughs> 10月20日、<laughs> 金曜日、えっと、7時半から、だいたいも6時ぐらいからいますけどね。うん、7時半から、えー、っと、夜の9時まで。はい、うん。えっと、料金は、すみません、3000円をいただいてます。うん、えっと、最大の人数は15人まで。 なので、えーとまあ、前もって桜坂の方に問い合わせてほしいです。はい、えと電話番号が098の860の9555。六ゼロの九五五五。たまにね、内いからも来たりするのよ。びっくりする。お<う>そ,うそれで、えー、とそこにまあ旅好きが集まるんだけども、よければ一緒に。 なんかどっか行きませんかみたいな、その旅仲間ができたりする。へえ、楽しそうですね。で、この間ね、僕ね、あの、先週の土曜日フランスから帰ってきたんだけど、美味しいシュークリームに出会った。ああいいな私も一度でいいから先週、あの、フランスから帰ってきたんですけどって言いたいよ。やっこいつか行こう。いつかね。いつか、いつかって言ってずっといつかにしてるけど、ニューヨークの話もあったけど、やっぱり、やっぱりフランスだね。 あ、そうなの?。え、夢、夢追い人には、あれじゃない?。ニューヨーク。じゃ、もうニューヨーク行ってそのまま。夢追い人だから、私、いつまでたっても。ニューヨーク行ってパリに。簡単に言ったけど。難しいでしょうね。美味しいんだよな。シュークリーム。シュークリームとね、フレンチトースト。あ、なんかあ、フランスって感じ。もう、身が引き締まる。もう。食べたら。正月みたいなね。食べたら、もう。身が引き締まった。シャキンとした。そう。 シャキッと入っていうところでも番組やってるんですけど良かったですそうですそうですあそうでございます水曜日ですよねはい水曜日の楽曲ですけど朝いいですよなん C 三十五分はいはい RBCRBC ねアイラジオはい皆さん RBC よかったら聞いてくださいアイラジオ水曜日ぜひ聞いてくださいはいよろしくお願いいたします今日はありがとうね告知あの頑張っちゃいましたありがとうございますあっという間の時間なんですけどもじゃあここでちょっとね 提供クレジット参りたいと思います。はいはい、えー、ひるラジヤっコベイビーマイタイム。この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。いや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 、松川さんのね、はい、あのー、告知、うん ぜひ皆さん、あの詳しくは。何かフェイスブック、はい。フェイスブックでやってないんだよね。一応じゃあ、あげようかな。うん、フェイスブックります。あはい。あの、うん、あ、そうそう、小沢で聞いてくれた人がね、あのフレンドリクエストしてたんだけど、僕ね。あの、気づかなくてね。あ。 放置してたんです。すみません。あのちゃんと受けたいと思います。よろしくお願いします。松川さんの松川守さんで検索すると出てくると思います。いただきたいと思います。はい。駆け足に最後はなってしまいましたけど、松川さんまた遊びに来てくださいよ。Facebook してようってムクさん来てまあ、りがとうございます。ありがとうございます。ここまでのお相手はやこベビーと松川でした。それではまたあ来週トロピカルビーチですよ皆さんお会いしましょうね。バイバイ。 雨降りそう。本当、<laughs> 本当だね。ギノワンぐらい降ってるかもよ。